はい、ってことで、どうもひょうがです。なんか、やばいな、ポーズがわかんないけど、どうもひょうがです。って言うの。わかんないよ。ドラゴンクエスト10ね、ずっと今実況やってるじゃないですか。3月ぐらいかな ?3 月ぐらいからずっとやってて、で、ようやくバージョン2が終わったところなんですよね。今週の、あれかな、水曜日に出したやつね。うん、水曜日に出したやつで、まあ、無事完結したというところなんだけど、あのね、11月の11日にバージョン6がね、発売されたということですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。で、出してる分だとバージョン2の終わりまでね、出したけど、バージョン3の、今後半遊んでるんですけど、全然バージョン6たどり着けん。いや、長いね。だいぶ長いね。多分バージョン6遊んでるの多分来年の今頃だね。って感じなんですけど、まあ、一応ね、バージョン6、買っとかないとさ、ほら、遊べないし、まあ、ね、海賊っていうね、新しいジョブもね、追加されたということなので、買っちゃってあげよう。バージョン6発売を記念して、なんか特別に販売されたスライムと冒険セットっていうやつなんですけど、確か定価1万2000円ぐらいじゃなかったっけ確か1万2000円ぐらいだね。スクエニのショップでしか買えなかったんですね、これね。高かった。高かったな。でも高かったけどね、これすごい、ソフトだけじゃないんだよね、これね。ソフトだけじゃなくて、結構いろんな、特典とかいろいろグッズとかいろいろあるので、ちょっとそれを今回紹介するね、動画にしていこうかなと思います。そんじゃ早速、やっていこう。ほぼ、さっき見せた絵とあんま変わんねえな。同じだわ。で、じゃあ早速中開けてみようか。どっから開けるのこれ。ここから開ける感じかな。こういう感じだ。多分。開いた。オープン。おー、すげえ。なんかちょっと待って。ここだ。なんかいろいろあるね。見えない。スライムたちが仲間になりたそうにこちらを見ている。一緒に展開の冒険旅立ちますか。まだ旅立てません。まあ大本命だね。はい。ソフトのパッケージでーす。これちょっと、あれだな。早速、入れとこう。まあそうだね。パッケージだね。こんな感じになってます。で、今、アップデート始めたかな。あれ？ちょっと待ってよ。あ、バージョン6になってる。早っ。あれ？もうダウンロードだ。嘘だ。早くない？こんな早いことある？嘘だ。もう、早くない？もうダウンロード早くない？嘘だ。マジで言ってるこれ。早っ。秒で終わったんだけど。はい、待て。マジで言ってるこれ。秒で終わりました。早っ。ダウンロードもう終わった。これ本当に、もう始められない。マジだ。マジか。マジか。じゃあ次。これは何だろうな。スライムのプニプニ付箋だって。ちょっと開けてみよう。プニプニだ。付箋だって開いて、で、これが全部付箋になってんだ。こういう感じだね。このね、ここのスライムの部分あんじゃん。これがめっちゃプニプニ。触り心地いい。もうこれ付箋として、付箋として使わなくていいや、これ。へー、すげえ。かわいい。かわいい。いいんじゃない？で、もう一個。これはね、ちょっとね、使ってみたかったんでね。巻き付きリストレスト、ホイミスライム。ホイミスライムがね、こうやって。こうやってリストに、手首にこう巻いてくれる感じで。かわいいね。ホイミスライムかわいそうだけどね、これ。ごめーん。これ楽だわ、確かに。そうだね、手首さ、浮かせなくていいんだもんね。こうやってもう置いたまま、このまま作業できるね、こうやってね。こうやってね。で、これが、コードキーパースライムタワーだね。あれだね、ここのさ、端っこの部分で、コードこう巻いといて、使えるんだね。
あ、後ろにちゃんとロゴが書いてるわ、これ。見えるこれ。見えるか。で、あ、これ出たよ、スライム手帳。これめっちゃかっけえ。見て、ちょっと待って。スライム手帳。いや、これかっけえ。なんかね、すごいなんかシックな感じ。なんか手触りがいいね、この手帳のさ、このカーの感じっていうかさ。あ、すげえ、これ。ほらほら、11月とかさ、ほら、スライムが隠れてるよ。見えるこれ。こんな感じ、こんな感じ。え、すげえ、面白い面白い。パーン、あ、スライムナイトだ。スライムナイトが隠れてる。え、これ他のなんかいろんな今までのキャラクターとかいないのかな。え、冒険の書がある、冒険の書。え、何これ、ちょっと待って、あ、え、何これ。お役立ち、アイテム入手、確認シーコ。あ、スキルブックとか、あー、魔法の種とか、え、すげえ。いっぱいあんじゃん、これ。え、全然取ってないんだけど。で、冒険の書だね。自分自身の冒険の記録を書き込もうだって。ああ、こういう風になってね。うん。なんか自分の職業とか、職人のレベルとかを書いておけるんだね。あね、これカバー外したらね、中こうなってた。これなんか新しいスライムだね。ね。うん。で、なんか中の手帳はなんかこれにまつわるやつだったね。いいね。いいもんばっかだわ。で、うわー、これ。うわー、冒険者の皆様。え？うん。もう誰が書いたかなんとなく想像できるね。ちょ、見てみよう。あー、これマップとか書いてんじゃん。この、裏、ちょ、待ってよ。え、待って、え、これ、うん、なんか、ん？なんか、一応、内側になんか色々あるんだけど、まあ、あんまり壊したくないよね、これね。このもんしとこう。で、中身は？あ、堀裕二さんのやつだ。手紙だ、俺たちに向けた。え、これ、ほぼ直筆だよね、これ。うん、直筆だよ、これ。すげえわ。冒険者の皆さんへ、いよいよ展開の冒険が始まりますね。新たな物語をスライムたちと一緒に思いっきり楽しんでください。人生はロールプレイングです。うわぁ。名言出たよ。なあ、この名言な。プラタンブラー、キングスライム。コップっていうか、まあ、プラタンプラーってやつだな。うん。ここに、ほら、ストローついててさ、こうなってるね。うん。え、なんで書いてんの、これ。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト。スライムいっぱいいるよ、これ。で、これ、キングスライムすげえね。凹凸感が。凹凸感が強い。凹凸感。メタルスライム足つぼマッサージ。これすげえなー。対象年齢12歳以上らしいですね、これね。うん。なんか、座りながら、これ足つぼマッサージやってくださいねって。あんま立ってやらない方がいいらしいね。うん。いや、これさ、いや、踏めねえよ、こんな可愛かったら。で、後ろにこれロゴが書いてるね。バージョン6のね。うん。って感じだな。これ飾っといちゃうね、多分ね。まあ、これがね、バージョン6のスライムと冒険セットの特典で入ってたグッズになります。いや、これ見るとすごいよね。あ、落ちちゃった。で、あと、もう一つ特典でついてたのがね、ゲーム内特典だね。スライムと冒険セットの特典、ゲーム内アイテム。デンデロベーカプセル。よくわかんない。なんだデンデロベーカプセルって。ふわふわアリーナ。わかんない。よくわかんない。天翼の翼。そういうのあるんだ。シグサショ S ウィング。これもよくわかんない。黄金の花びら60個。つまり600万ゴールドだよ、みんな。ねえ。ねえ。すごくない？すごくない？で、元気玉60個。超元気玉60個。使い切る自信ない。で、福引券60個と、スペシャル福引券60個。最高、ありがとね。うん。で、メタル迷宮招待券6個と、メタル迷宮ペア招待券6個。太っ腹すぎない？いや、太っ腹すぎるわ。いや、すげえ、今回のこの得点。ついてんくん選ぶ。あ、で、選べ。あ、え、なにこれ？そうは見えないかもしれないけど、これでも立派な天使の一人、ひょうたんの中身は秘密。あ、ひょうたん持ってんな。え、なにこいつ？え、多分あれだな。バージョン6にならないと多分わからないやつだ、これ。うわ、身長あんま変わんねえじゃん。
あんま俺とあんま身長変わんねえじゃんこいつ。投げキスしてやがれよ。視聴者に媚びってんなこいつ。お、あ、シグナルウィング、あー、あれか、バットマンのあのあれだよ。ほら、あのバットマンのあのあれと同じだよ。あの空に浮かべるやつと同じだよ。え、これ動いたらもう消えちゃう。あ、消えちゃう。うわ、これかわいいな。あ、これずっとつけてよ。え、これ結構かわいいね、このモーモン。これなんだっけ、名前。ふわふわリーナ、リーナだって。で、天翼の翼。装備してみよう。はあ、こうなるんだね。あ、これはかわいいかもしれない。はい、ってことでじゃあ実写に戻りまーす。ペン。ねえ、いやー、太っ腹すぎるわ。はい、ってことでね、いや、解説に使わせてもらいますわ。はい、って感じでね、まあ今回ここまでにしましょう。で、今ね、自分ね、ドラクエ10のあの実況、ゲーム実況やってるんですけど、ストーリー多い形でね。うん、今出してる分だと、まあバージョン2まで、うん、とりあえずクリアしていると。で、一応ね、今、現時点、自分が遊んでる時点だと、バージョン3の後半かな、うん、だいぶ後半、もう終盤に差し掛かってる感じのとこなんだけど、まあ、一旦ね、バージョン3入る前に、ちょっと一回お休み期間をもらおうかなと思ってて、まあなんでかというとね、アストルティアニュースってあるじゃないですか。よくわかんないやつね。よくわかんないやつ。視聴者は特に求めてないと思うけど、俺たちが面白いからやってるやつね。うん。あれね、あれをもうちょいね、グレードアップしたいなと思って、ちょっとその辺の準備期間で、今回ちょっとお休みをいただこうかなと思います。で、ドラクエ10のストーリー、メインストーリー進めてない間、うん、進めてない間、何をやるかというと、今回新ジョブで、海賊入ったじゃないですか。海賊。海賊の職業クエストやろうかなと思って、うん、ちょっとそれをね、検討してて、まあ、じゃあこっからね、海賊の職業クエストを、まあ、どんどんプレイしていく形でやっていこうかなと思います。で、それがクリアしたらね、また再びってなんだろうな。またバージョン3のストーリーを、うん、動画として出していけたらいいかなと思います。はい、って感じでね、今回はこの、バージョン6のね、スライムと冒険セットの特典のグッズやら、何やらをちょっと紹介する動画になりました。はい、ということで、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回、いで、まあ、バージョン、ドラクエ10の、まあ、ストーリーやら何やら、いろいろやったりしてるので、まあ、よければチャンネルのホームから飛んでみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回のシリーズでお会いしましょう。バイビー。こんにちは。みんな、バイバーイ。